はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。サボティア実況プレイの第9回目です。前回はウィルコックスさんにね、頼まれて修道院でですね、アマさんたちとですね戯れてきたわけですけれども、今回もその続きからですね、それでは早速始めていきたいと思います。で、メインのストーリーを進めてもいいんですが、せっかくなんでですね、続けざまにもう一つウィルコックスさんのミッションの方を進めていきたいと思いますね。だんだんこの教会の方にも通い慣れてまいりましたが、 I don't fucking believe it. He's back. I told you I'd wipe that smile off your face. Well, since you haven't managed to kill yourself yet, how about another job? Oh, I never quit while I'm ahead. And right now my luck's running hot. We'll see about that.The Jerrys have moved into an old chemical refinery on the riverfront. The old man smells a rat, and so do I. What sort of rat? Chemical weapons. Nerf gas. These Jerry bastards will stoop to any level. Use any weapon, no matter how sinister or cowardly. I suppose you Brits don't go in for that sort of thing. Why, of course not. We'd prefer murder remains a gentleman's sport. Especially during wartime.War is nothing but murder at large. Kill one man or a thousand does make a piss of difference in the grand scheme of things. I suppose that depends on who's doing the killing and who's doing the dying. You may be right, Irish, but we can wax philosophical when you get back. If you get back. Count on it. このイルコックスさん、いちいちトゲがあるんですがね、なんか若干こっちを心配してるんだかしてないんだかよくわかんないんですけど。うん、ツンデレなんでしょうかね、よくわかりませんが、はい。というわけで今回は毒ガスですね、神経ガスの工場を潰しに行きますと。で、まあ今回もまた少しね遠いので、道はね、童貞はカットしていきたいと思います。まあ童貞ちゃうわということなんですが、さて、なんだかね、随分時間が空いてしまって、投稿間隔が空いてしまって、久しぶりになってしまってですね、非常に申し訳ないんですが、どうにもこうにも最近ね、ゲーム自体プレイする時間がなくてですね、なんかすごい久しぶりにやってるんで、また操作感覚が戻ってきてないですね。操作がおぼついておりませんが、まあ、ね、私は、まあ、運転に関してね、手慣れたものでございますので、全くね、この点に関しては問題ないんですけれど。おほおほほほほ、危ない危ない。あらら。まあ、ね。なんでですか？まあ、ちょっとしたこういう、おっとっと、なんでなんかすんげえ、警戒されたけど、さっぱりわかりませんが。なんで今警戒されたんでしょうか？よく分かりませんでしたけど、逃げろー。パーフェクト。危なかったですね。これ何ですかね、この建物が何なのかよく分かりませんけど、まあ何でしょうね、これ発展場ですかね、ちょっと分かんないんですけど、まあとりあえずそういったところに隠れておりましたので、どうにかですね、ナチどもの脅威から免れたわけですけど、すいませんね、ちょっとまあおんぼろっちいんであまり好ましくはないんですけど、まあこの状況ですとね、贅沢も言ってられませんね。仕方ないんでこの車で行きましょうかね。いやー、それにしてもね、なんでさっきの車いきなり爆発したんでしょうか、よく分かんなかったですけど、それにしてもこのここら辺はね、田舎の割にナチさんが密集していたりするので、なかなか侮りがたいところでありますけど、いやー、まあそれにしてもね、もう少し平和に進めていきたいところでありますけど、何なんでしょうね。ちょっと騒がしいですね。久しぶりにプレイしてるのがもうちょっとね、この街並みとか流れるミュージックとか楽しんでいきたいんですけど、なんだか
随分と騒がしいですね、今回は。どうしちゃったんでしょうか。なんかね、結構仕事が忙しかったりしてですね、ナチスの皆さんがいろいろとストレス溜まってるのかもしれないですけどね。まあ、それはお互い様というところで、ご勘弁願いたいところです。目標地点はまだでしたか。結構目標地点が遠いんですね、今回。それにしても、そろそろどうやら負けそうなと思ったんですが、負けなかったですね。残念だ。いやー、ナチスの方々、結構、しつこいね、今回。というか、まあ、この車がトップスピードが遅いだけなんですけど、そろそろ抜けますかね。長い旅路でしたね。それにしても随分ね、今回は本当、あちらも積極的に絡んできますよね。何なんでしょうかね。善良な一市民に対してね、この扱いはちょっとあまりにもだと思いますけどね。で、あまり地図を見てませんでしたけど、まあ随分端から端の方に進んできてますよ。まだですか。結構遠いですね。あ、やっと見えてきたかな。ボン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 言い出しましたけど、さあやっと進んでまいりましたと。危ない危ない。ふう、またいらんことするとこでしたね。まあ、とりあえずは今回はこちらの工場に入って、敵さんをね、工場破壊していくわけですけど、とりあえずはやはり自由に動き回るために服をね変えましょうと。で、よいしょ。まあここからのですね、破壊活動に関しては結構地味なので、ここら辺もカットを駆使していくような感じではありますけどね。私は全く怪しい人ではありませんと。あ、これほどにしていかないとね。ワンツーワンツー、おう、ワンツーワンツー。はい、ミッション完了でございます。あとは、怖い怖い兵隊さんたちがですね、うろちょろうろちょろと火炎放射器背負ってね、うろちょろしておりますので、あの人たちにね関わり合いにならないように帰りましょうかね。いやいやいや、いい仕事しました。今回もですね、非常に簡単なお仕事ではございましたが、まあね、ひとっぱたらきしましたので帰りますか。まだ警戒がね、全く解けておりませんけど。あなた方は一体何と戦ってるんですか。見えない何かと戦ってるようですけれども、それはね、尻目に置いとまさせていただきましょうか。もっと、おあつらい向きのね、いい車があるじゃないですか。これに乗ってね、さっそうと出たりしましょう。うわー、出口がなー。おーっと。てかこれも、ほんとなんか、シャーシと必要最低限の駆動機関しかないような、なんでしょうね、ミニ四駆みたいな車ですよ。一応トラクターって扱いなんですけど。いやいやいや。でもね、こんなトラクターであれ、なんであれですね、ちゃんとラジオがついていると。おっとっとっと。
とひどい日だね。てか、出れるんですか、隙間から。ちょ、出れないんじゃないですか、これ。出れない。残念。さてさて。では、ちょいと、次のね、ミッションの方に進んでいきたいと思いますので。ここら辺はカットですかね。さて、随分と雨足が強くなってきてしまいましたけれども、皆さんもね、すっかり忘れてしまったかもしれないんですが、前回はあのサントスさんからですね、苦労して西側にね、自由に行き来ができるパスを入手しましたので、それを使って西側のこの新しいねレジスタンスの組織とコンタクトを取るというのがですね、今現在の主要目的でしたので、今こちらもね、その西側組織のアジトの方にやってまいりました。一応こちらにもガレージがありますんで、今後はこっちも使っていくことになりますが、で、拠点の入り口はこっちじゃなかったですね、こっち側ですね。はい、こちらですね、地下のこのパックリ開いた穴、このパックリ開いた穴がですね、入り口でございます。こちらはですね、地下の洞窟を生かした基地ですね。ちょっとこんだけ湿ってたらですね、こんだけびっちょんびっちょんになってたら、こう火薬とかも全部湿っちゃって使い物にならないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、常にぬめぬめじっとりした感じの施設にはなっておりますけれども、結構ね、爆弾とか使ったんで補充しておきたいなと思ったんですが、他の弾は特に減ってないですね。さあ、それではですね、この狭い穴をかいくぐって、いよいよこちらのレジスタンスの親玉とご対面ですね。 I'm here to deliver a message from Luke. Save your breath. I don't know you from Adam and I won't discuss business with strangersFor all I know, you could be talking to the Gestapo. No, but I'm sure they'd love to have a chat with me. If you want to deal with us, you'll first have to prove you can be trusted. All right then. What'll it take to convince your people that Luke and I are on the level? Excuse me, young man. Is that how you address a lady? I don't believe I caught your name. Aye, Sean Devlin. Begging your pardon, ma'am. And I am the Lady Margot Bonheur. I've heard of you, Irishman. Tell me, are these stories true? I suppose that depends on who's talking. The Germans are talking, Monsieur Devlin. The local authorities have taken a great interest in your activities. How would you know that? One of my people placed wiretaps on the phones at the local Gestapo headquarters. Must be a clever chap. Indeed. Josef Breumann is one of our most valuable agents. Last night he was arrested. I fear he will not hold out long under questioning. He is not a brave man. What if I were to make other arrangements for this man, Breumann? Would that settle your doubts as to me and my friends? Yes, but it won't be easy. Breumann is being held under close watch. You may need to create a distraction, explosives perhaps. Aye, or a disguise. Yes, in the right uniform, you could walk yourself right out of the detention. But if the guards suspect an escape, they will kill you both. Don't you worry, ma'am.I'll bring your boy home in one piece. さて、では今回はこのね、おばあちゃん、おばあちゃんですね、まあレディのですね、信頼を勝ち取るために捕まったですね、レジスタンスのメンバーを救出しないといけないようですね。初っ端から七面倒くさいですけど。さて、まずはやはり、その実際ね、捕まっている施設のところまでね、行かないといけませんけど、今回あんまり距離はないです。そんなにね、離れているわけではないので、時間がね、極端にかかるということはございません。ですので、まあ基本的にカットはね、しないでいこうかなと思います。さあ、ここにね、あるのは例の有名な凱旋門ですけど、
こういったねアイコンなども結構忠実に再現されてますね。さ、もう見えてきましたね。ここが目的地です。さて、ではこちらがね、九段のバイマンさんが囚われている施設ですね。潜入犬のミッションに関しましてはもはや定番になってきましたが、とりあえずはまず外側の障害をね排除していきましょう。今回の場合ですとまずは一番代表的なものですね、この近くにある監視塔、こういったものからまず無力化していきましょう。何をするにしてもね、視線というのはやはり気になるもので、私いろいろねじっくり見るのは好きなんですけどね、舐めますようにじっくり見るのは好きなんですが、人から見られるのはあんま好きじゃないんですよね。そのためね、余計なものは今のうちに消しておきましょう。で、ついてなんで見とくか。今回の施設なんですが、こういうふうに四方を壁に囲まれてます。監視塔もね、二つほど立ってますけど。で、バイマンさん、捕虜はちょうど中庭に当たる部分ですね。に囚われておりまして、そのためね、どうしても、いろんな角度からね、見られちゃう。いろんな角度からじっくり見られちゃうという状態になります。そのためね、いつもよりも敵さんの視線というのは結構重要になってくるんでですね。で、念入りに下準備をして、それから突っ込んでいきたいと思います。そうじゃないとね、いきなり突っ込んじゃうと痛い。それはなんかちょっと違う話ですけど。なんで、一応準備は入念にしていきましょう。もちろんね、そんなに細かく準備せずにいきなり突っ込んじゃうというのもありだと思うんですけど。極端な話、サボティアね、実況いくつか、あ、消えた。サボティアいくつか実況とかですね、動画とか上がってますけども。大体がですね、ドンパチ系なんで、私は別にドンパチはあまりしなくてもいいかな。いう気がするので、できるだけね、ちまちまとやっていきたいと思います。もちろん実際プレイされる場合はね、皆さんのお好きなようにプレイしていただければと思うんですが、で、こっちにやってきましたけど、これ何かというとですね、エレベーターですね。で、このエレベーターがある大層な施設はなんじゃらということですね。なんじゃらこいというと、これは有名ですね。で、有名なルーブル美術館、多分ルーブル美術館だと思います。もし違ってたらすいませんというところですが、おそらく間違いないでしょう。で、ここでね、少し潰しをしていきたいなと思うんですが、ここでやるのは何がいいかというと、ここでもし失敗して警報鳴っちゃったとしてもですね、警報解除装置がすぐ近くにあるんで、大して困んないですね。で、今回の建物に関してはですね、入り口というか出口というかが2つあります。穴が2つあって、今回はこっち側から出てくる予定なんで、要は捕虜を連れた状態でですね、うろちょろしないといけないんですけど、なかなか厳しいもんがあるんでですね、どうしようかな。お掃除しときたいんですよね。